に自己紹介をしていただけますでしょうか。じゃあまずは松本監督お願いします。今回監督しました松本と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小川さん、お願いします。はい、相川花役演じました小川美優です。お願いします。お願いします。お願いします。いや、ちょっとですね、司会の僕が緊張しすぎてですね、もともと考えてた、はい、見てる方いっぱいいますね。もうあれ1000人ぐらい見てる。お、怖いですね。怖いですね。ちょっとネットってすごいですね。そうそうですね。1000人が同時に見てるんですもんね。すごいですね。すごい世の中ですね。じゃあその1000人の方々もですね、この3人に聞いてみたい質問とかがあれば、今回のねホットペッパービューティーにまつわる話とか、また、はい。評価というのをじゃあまず板垣さんお願いします。で今回監督してみていやいや俺が台本読んだら突っ込んでくる本当だよ。あれこいつ監督だったっけみたいな、もうすぐやめてなって良かった、突っ込んで。いやちょっと優しめのね素晴らしいです。ショートカット
もあんまショートカットになってないから、ね、確かにちょっとね、いいショートカットお似合いです距離感確かに、心もソファーも距離感がいやいやいや、やめてそういうこと。そうですよね、あの動画だけ見た人はあの髪の長さしか、最終ね、あの髪の長さしか映ってないんで。そうなんですよね、そうですよね、あれがこうなってすごい。僕も生放送向いてないんですよ。あはじゃねえわ。あはじゃねえよ。はい。はい。じゃあ次監督お願いします。そうですね。でも先ほど最初小村さんとかと、はい、まあ、こういう風にしたいっていうのをいろいろ話させてもらっている中で、結構リアリティっていうところを大事にしたいなと思って作っていたので。はい、いい水です。はい。いい水です。じゃあ次、撮影中の大変だったことを小川さんお願いします。はい。大変だったことは、やっぱりこう、春、夏、秋、冬。
どのシーンですか？撮影中、ちょっとあの終わった後の話なんですけど、なんかその撮影中にこうみんなで自撮りの写真を撮ってもらったりとかしていて、でそれ、まあ、結構枚数いっぱい撮ってくれてて、それをどの写真を選ぼうかっていうのが一番大変だった。やっぱ微妙にこうみんな表現して真面目なことを言うとダメなんですか僕は。いいじゃない。聞いてますよね。聞いてためちゃめちゃめちゃくちゃ聞いてあるかもしれない。そうなんですよ。なんでぜひねチェックしてもらった方がいいかなって思いますよね。確かに。いやいい話ですね。いやいい話。じゃあもうちょっと3分の2が終わったんですけど、じゃあ最後の早いね。早いね。もっとなんか確かに質問、じゃあ質問ちょっとないんですか、なんか他にですか。他にというか今見てくれてる人からみたいな、他の人、あ、見てくれてる人からの質問は、板垣君のスリッパの雪さんがこれ以上やりようねえ。一瞬ボケてたんですけど、坊主しかねえよ。坊主しかねえ。もしかしたら金髪かもしれない。そこを聞いていきましょうか。次やってみたい髪型を板垣さんお願いします。いやでも僕去年の9月ぐらいにオレンジだった。しときます。ちょっと楽しみします。ありがとうございます。じゃあ小川さんは、長い時もねあったんです、ね、はい、長い時もあったんですけど、いつ頃パッて切っちゃったんですか。ちょうどお芝居始めようってなった時に切って、うん、えそれまではずっと長くて。何年前ぐらいなんですか。3年前ぐらいですかね。へえ、3年前ぐらい切って、でもなんかもっと短くしたいです。あのできることならばもう超ベリーショートみたいなしてみたいな。色は色は
でそれもね結構こう花ちゃんの設定が、うん、まあ、僕は考えたんで自分で言うの恥ずかしいんですけどなんかちょっとこう内気な女の子で、うん、別恥ずかしくない設定だけなんだよなんで恥じらうんですかいい年越えたおっさんがいやいや、そんなことない女の子の考えとかもう怖さしかないんですよそんなことない、そんなことないそんなお前の願望を映すなよやだなと思ったんですけど誕生日のところで、きりたんぽちゃんが花ちゃんにこう、あれを紙にハッピーバースデーかぶせるところが、なかなかこう、うまくかぶらなくて、いやそうなんですよね、ポロって映らない、そうですよね、そうそう監督にそれを言うと、俺は謝ることしかないあのカットもね、すごいこだわってやりましたもんね
あの元々決まってた質問に変えますね。あ、はい、じゃあこれ結構あのがっつり喋ってほしいんですけど、皆さんの高校生活の思い出とか一番印象に残っていることは何でしょうか。板垣さん。なるほど、ね、僕たくさんありますけど、で僕結構文化祭が思い出です。これも出てくるじゃないですか。文化祭で僕結構面白かったんですよね。僕あのバイト経験がなくて、結構高校生ってみんなバイトとかするじゃないですか。だからそういう文化祭でしか体験できなくて、だから綿あめのこう僕の学校の出し物が綿あめを売るやつだったんですけど、で味をつけるみたいな、ココアとか抹茶とか、シナモンとかっていう、はい、その味をつける人やってました。どうやってつけるの？かけるだけです。あのね、かけるだけでもできたやつにできたやつに粉をかけるみたいな後付けの味なんですけどでも意外に じゃないですか。うん、そうですね。だから、ね、そうそうなんですよ。だから結構体動かすの好きなんで、うん、楽しかったですね体育祭は。へえ、体育祭いいっすよね。特に何が何やりました体育祭。僕の学校はちょっと変わってて、一種目しか決まってやらないんですよ。うん、クラス対抗みたいになってて、で僕のクラス僕さっ本当に監督が続けば続けばしてたんですよ。意外意外カラとか、でもなんかこう共学なんですけど、ダンス部だけ女子だけなんですよ。女子ダンス部で想像しちゃうとなんかそのテンション感で続けば続けばって。
してたんですよってちょっと僕衝撃を受けてですね。マジっすか。バイトしてたんですか。バイトしてた。めっちゃ列に並んでて、うん、待ってかかってやってました。やばい。ミステリー。ミステリーなんですよ。監督ミステリー。ミステリーですね。すごいミステリー、すごい方なんですけどミステリーですね。つきも続きも。でもう皆さん揃ってね、これメインイベントですけど、はい、このメンバーで観戦した CM をですね見ていって、そうですね、皆さん見ながらですね、あそこはああだったっていうのをねこう思いながら見ていこうと思うんで、うん、視聴者の皆さんもね今パソコンとか iPad とか別で見れるものがある人はこのインスタライブを見ながら一緒に YouTube で動画を繋げられる時代になったんですね。長いようであっという間だったと思います。きっとこの先いいことも悪いこともいろいろなことがあると思うけれど、ここに一番最初撮ったら一番最初撮ったことを僕は願っています。髪長っ。卒業しました。編集編集これ神山さんのねいいだね、いいっすよね。そうそう冬に花火やっちゃいけないんだよ。似合ってんじゃん。ごめん。
ち見てた見たよ。今からどっかで話せない？俺、相川に話したいことがあるから。明らかになっていくのがいいなっていうのは、いやすごいめちゃめちゃいいことを今言いましたね。本当にそうですね。僕と監督も編集の時に話したのが、この長い6分の動画の中で言いたかったことを1個にまとめると、まあ、あの花ちゃんが歩いていくとこ の, その私を好きになれる私になる、まあ、あの一言のための
だとああいう風に聞こえるっていうのがなんかすごいこういいなって個人的なさすが松本監督と思ってます。いや素晴らしいです。じゃあ次お母さんどうですか、改めて見てみて。そうですね、やっぱり神山さんの曲の中に、うん、なんかすごい自分の中で刺さったのが、してそれをもとに監督は脚本にしてもらって、うん、お二人はそれをもとに演技をしてもらったんですけど、神山さんもあれをもとに実は曲を作ってもらってるんですよ。なんで神山さんもあの流れを全部把握した上で、うん、このタイミングぐらいでこういうのを書いたら多分ハマるんじゃないかっていうのと、うん、そうなんですよ、もう完全に花ちゃんの目線で書いてくれてるんで、うん、花なので、そうなんですよね、本当に花ちゃんはいい子ってちょっとね、みんなの中で動揺が走るっていうこのね、もう撮影の特有の現象が起こるんですけど、今のは主人公のことですよね。そうですよね、よかったです、びっくりした。突然隣の人をちゃん付けにしたんだけど、ちょっと焦ったんですけど、監督も花ちゃんって言ってましたからね。バランスで、なんだろう、こう、なんだろう、すごい恋愛しすぎてないというか、だからよりその見終わった後にこっからどうなるんだろうっていう、なんかその先の2人を見たくなる、なんかうちで。あ、でも言われました、言われました、友達に、見た友達、続きあるのって言われた。どうなるんだろうみたいな、きっと会いに行くの。で髪切って、そうっすね、でもなんか、でもあの後すごい僕が思ったのは、え、助けてほしいですか。違う、でもなんか、なんて言えばいいんですかね、一言で言うのは難しいですけど、
気になると思うんですけど、うん、皆さんじゃあホットペッパービューティーでオレンジのショートパンツ、これが3月2日のドレスコードってことですか。ドレスコードです入れですオレンジじゃねえと入れです。はい、やめましょう。ワンチャンその謝った目が違う。目が違うと。いやそうなんですよ。本当ね、小川さんが話してる時に板垣さんがなぜか僕のことずっと見てるんですよ。すごい聞きづらいんですよ。いや、僕は本当にいい話が聞きたいので。いや素晴らしいです。素晴らしい。素晴らしい。じゃあ監督した松本さん的には。髪がいいとか、髪染めてるのがいいとか、短い長いのがいい、何がいい悪いじゃなくて、なんか自分がどういう自分でいたいのかなっていう、なんかどういう自分が好きなのかなっていうのを、あの後花ちゃんが見つけられてたらいいな。何ですか。説教なんですよ。なるほど、これは結構難しいですね。お、行こう行こう。ちょっとね、一回質問を考慮するんで、皆さんフリータイムで。あ、なるほどな、フリータイム。自由に話してもらっていいですか。
大丈夫ね。やりましょう、もうやりましょう。現場の雰囲気がとってもドヨドヨした雰囲気。ちょっとまた監督が監督の生放送中ガチ説教が生放送中始まるかもしれないので、ちょっと危ないですね。さて、なんかコメントないっすか？あ、来てる。そういうことじゃなくて、すごいですね、僕が言いたいのはそういうことじゃなくて、はい、まあ、なんていうんですかね、ちょっとトリートメントするだけで髪の見え方ってちょっと違うと思うんですよ。だからなんか それってきっとなんていうんですか、美容室でできる松本さんは監督どうですか？長めの人が好きです、割と。そうですよね、結構ここまでの人好き。あ、そうそうそう、なんで、はい、なんで知ってたんですか？女性監督は大体俺結構長めが好き。バイバイ、ありがとうございました。あと23秒あった、あと23秒あったぞ、お前ら。あと23秒。